皆さんこんにちは。市役所1階戸籍住民課です。今回は現在のマイナンバー関連窓口の混雑状況の傾向についてご紹介します。なおお伝えする情報は令和5年7月末現在の情報です。まずはカードの申請、電子証明書の更新、パスワード再設定といった予約不要のマイナンバーカード関連窓口の混雑状況についてです。松阪市役所振興局マイナンバーカードセンターの混雑状況の傾向は、冬から春にかけて大変混雑していた状況とは打って変わり、待ち時間なしでスムーズに受け付けられることが多い状況です。あえて混雑傾向にある時間帯を挙げるとすれば、マイナンバーカードセンターの土日の午後からの時間です。最大30分程度お待たせする場合がありますが、それ以外の時間帯はスムーズに受け付けできることがほとんどです。続いてマイナンバーカードの受け取りのための予約枠の空き状況についてです。予約枠も窓口同様、現在は 40-50% 程度の埋まり具合で、ある程度お客様のご希望に沿って予約が取れる状況です。また窓口が空いている傾向が多いので、お仕事や学校などの都合でご予約が難しいという場合、マイナンバーカードセンターであれば予約なしでも飛び込みで受け取りができますので、お急ぎの場合はご利用ください。続いてマイナポイント申し込みサポートの受付状況です。こちらも7月末現在はほとんど待ち時間なしで受付できる傾向にあります。なおマイナポイントのサポートを受けたいという場合は、以下の準備物をご用意ください。ご用意いただきたいのはマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号、券面事項入力補助用の数字4桁の暗証番号、ご本人名義のキャッシュレス決済とマイナポイントの申し込みに必要な決済サービス ID とセキュリティコード、マイナポイントアプリに登録をしても良い連絡先、ご本人名義の普通口座か当座です。準備物などにご不明な点がありましたら、事前にマイナンバーカードセンターにお電話にてご確認ください。電話番号は 0598-67-0340 です。というわけで、現在マイナンバーカードの手続き全般はいわゆる閑散期となっています。そこでマイナンバーカードの交付通知書を送付してから一定期間経過している方に交付通知書を再送し、早めの受け取りを促す通知をお送りしています。マイナポイント申し込み締め切りが9月末であることから、各窓口が9月以降大変混み合うことが予想されています。カードの受け取りが必要な方やマイナポイントの申請サポートを受けたい方などは、できるだけ8月中に手続きをお願いします。